この番組は内山安藤のちょっと立ち話ナイト e-wave の提供でお送りします。内山安藤のちょっと立ち話ナイト。皆さんこんばんは、内山つかさです。こんばんは、安藤瑞希です。この番組は気づくと駅前で2時間立ち話をしている2人が e-wave を利用していつでもどこでも立ち話しないとという夜テンションおしゃべり番組です。はい、ということでちょっと立ち話しないとついに第10回が始まりました。きたー、2桁ー。いやー、あっという間でしたね。あっという間だね、もう10だって。でもまあ2ヶ月ちょいくらいか。うんうん、なんかもっと話してる気がする。そうだね、だ間に6時間挟んでるからじゃない。あ、そかそか。 あとあれだよね、この実際の番組は15分だけど、うん、その前後とか含めると、うん、2時間くらい喋ってるもんね。そうなんかね、本当に回しとけばいいじゃんみたいなね、テンションでさそのこれじゃあ今日もよろしくお願いしますみたいな感じでさ、こう通話始めてさ、うん、その録画する前ともうその録画終わった後でもうがっつり喋ってるからねさあ、そう、前回はその時期的な話をね、うん、ハロウィンですねなんちゅって、うん、そう話したけど、あ、そういえばさ、うん、あの話を触れるの忘れちゃったんだけど、うん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 、あのつかさちゃん誕生日でしたよね。なんかありました、楽しいこと。あー、いやでも本当にすごいたくさんの方におめでとうって言っていただいて、うん、でそれこそ役者仲間なんかはそのなんていうんですか、 SNS ツールがさ、いろいろこうあの交わうっていうかさ、うん、そのツイッターとかだけじゃなくて LINE とかもさ、知ってる子だと、うんうん、LINE でもおめでとうくれるし、ツイッターでもおめでとう言ってくれるしみたいなだし、そのね、あの応援してくださってる方がそのおめでとうって言葉ね、いっぱいくださって、うん、すごいハッピーな一日だったんですけど、うん、私のその一日の過ごし方としては、うん、あの10月19日って、まあ、私あの爆誕の日でもあるんですけど、うん、あの私がね、あの大好きなそのハロープロジェクトの中のビヨンズちゃんっていうグループがですね、出た出たあのこのラジオではね、その何度も何度も出てますけど、うん、ビヨンズちゃんたちの結成記念日でもあるわけなんですよ。へー、そう、結成された日で、私事を言うとバンドやってるガールズフィストの結成記念日でもあるんですけど、うん、すごいその3つが揃ってるわけですよ。うーん、え、その結成記念日って何をもって結成記念日になるんですか？ね、ビヨちゃんの場合はだそのこのグループですっていう、このグループができますみたいなその発表された日かな。なるほどね。ガールズフィストは？ガールズフィストはお披露目の日かな。うん、公開練習っていうそのイベントがあったんですけど、うん、最近ちょっとコロナでできてないんですけどね。でそのイベントの日が多分その日なのかな。だから私あの初めてその人前でそのイベントごとをやるっていうのがその日初めてだったんですけど、うんうん、そのイベント来てくれた人が、うん、あのイベント終わった後におめでとうみたいな言ってくれて、でわーありがとうございますって言われたから、すごい曲にあるんですよ。なるほどね。そう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 。で今年何してたかっていうと、そのビヨンズちゃんが結成記念のイベントがあったんですよ、はあ、で私先行で外れたんですよ、はあはあ、で多分それツイッターでも上げてて、うん、あの何かもダメで今回もダメだったみたいな、まあそんな時もあるよねみたいなことツイッターでやってたんですけど、うん、その後になんと追加募集みたいなのがありまして、うんうんうん、でその追加募集にまさかの当選できまして、そう、現場参戦ができたんですよ。へえ、よかったね。そうでね、これ、デジャブなんですけど、うん、まあ、今回も逆再選でした。綺麗に逆再選。まあでもそれはあの追加募集だからね。あ、そう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 。もう行けるだけでもう箱が狭かったんですよ。なんでこんな狭いのってね、ちょっと憤りをちょっと感じてしまうぐらいにちっちゃいとこだったんですけど、うん、もっと大きなところでできるだろうっていうぐらい。だからもう本当に落選祭りだったんですよ、うんうんうん。だから本当に現場に行けるだけでもう超ハッピーだったので。いやー、よかったね。そうなの、よかった、ありがとうございます。でも逆再前ちょっとね、あのハマりそうなぐらい楽しかった。あのペンライトをねあのどこまでも掲げられるのめっちゃ楽しいなって。そうだね。隣に座ってたお兄さんがさ、すごい掲げてたので、あ、そっか、ここ一番後ろだからいいんだと思って、そこから超楽しかった、うんうんうん、もうアピが止まらないぜみたいな
そうそうそう、楽しかったです、とっても。いやー、よかったですね、最高の誕生日になったようで。はい、最高でした。なかなかさ、誕生日の日が土日とかにならないと、そういうこのイベント、うんうん、に参加するなんてことになんないから、なんかほんとラッキーだったね、うんうんうん、そうだね、しかも当たったしね。そうなのよ、そうなのよ、本当にハッピーでした、嬉しかった。あ、でね、うん、それ帰り道、ライブの帰り道に、うん、あの E ラインモールっていう、あのそのハロプロのさ、ファンクラブの人がこう買えるグッズとかをね、買うサイトみたいのがあるんですよ、うん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 、でそこからメールが届いてて、あの発送通知が来てて、うん、あの受注生産だったから、あのいつになるかわからないっていう商品だったんですけど、その10月19日に発送通知来て、うわハッピーと思って。もうね、そうなんですよ、ハッピーに溢れた一日でございました。いやー、よかったです、幸先がいいですね。はい、ありがとうございます。なんかあります、こう新しく年を取ってこんな一年にしたいみたいな、よくあるやつ。なるほど。なんか私別に誰に言ったわけでもないんですけど、去年の個人的な目標は頑張らないだったんですよ。うん。一年間、その頑張らないっていうのが、その無理しないみたいな。なるほどね。慣れた目標を掲げてたんですけど、なんで今年は、頑張るっていう。小学生みたいな目標だな。今年は、そう、それなりに頑張ろうと思って。ちゃんと。なるほど。はい。無理しない程度に頑張ろうっていう一年にしたいなと思います。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとだいぶ話したんですけれども、はい、一応この後もね、引き続き、はい、フリートークをお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内山、安藤の、ちょっと立ち話しないと。さあ、というわけで、はい。何話そうね。この放送は一応11月なんですけど、うん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 、11月って何かありますっけ？いい夫婦の日？ああ。ぐらい、なんか、そう。10月末にハロウィンがあって、なんか、大きいイベントが多分そんなにないよね。ないね。で、12月にクリスマスがあって、その前のクリスマス準備期間みたいな感じ。うん、確かに確かに。ねえ。うんうんうん。なんかあります？楽しみなこととか？あ、でも、11月の楽しみなことといえば、うん、私が大好きな動物の森シリーズの集まれ動物の森の、うん。アップデートが11月の5日にあるんですよ。へぇー。それがね、楽しみかな。もうすぐじゃん。そう、もうすぐ、そうなの、そうなの。そんな、アップデートでそんな楽しみな内容が盛りだくさんみたいな感じなの？いや、そう、今回のアップデートは最後ですって言われてるの。え？もう、このゲームの最後のアップデートです。そうなんだ。そう、なんだけど、内容がすごいの。なんか、別ゲーかっていうぐらい、すごい盛りだくさんで、うん、いや、本当になんかね、アップデートっていうよりは、なんか、拡張版が無料でもらえる感じ。すごいね。そうぐらい、もう盛りだくさんで、うん、私はその中でも、その、マスター、喫茶ハトのマスターにまた出会えるっていうのがすごく嬉しくて、そう。で、なんか任天堂さんが、こういうアップデートになりますよっていうさ、なんていうんだっけ、なんちゃらダイレクトみたいな映像があるじゃないですか。そう、あれを見てて、うん、そのマスターの様子の映像がちょろっと流れたんですけど、うん、音楽がね、ちょっとアレンジというかさ、あつ森風にはなってるんだけど、もう大筋の音楽とかが、雰囲気とかがそのまんまで、もう、高まりました。それ、その鳩はなんで好きなの？なんでなんだろうな。なんか、私もともと、あつ森、動物の森始めたのが、うん、DS なんですよね。懐かしいの出てきた、DS。そう。64で出てて、ゲームキューブで出てて、で、その次ですね。だから、第3作目なんですけど、初めて、やるってなった時に CM、その頃の CM で、うん、なんかこう、星空、DS なんでね、2画面あるじゃないですか。うんうんうん、で、こう、上を見上げると、こう、星空を眺められたりとか、喫茶店でこう、コーヒーを飲んでまったりみたいな、なんか、そうそう、なんかそんな私人生に疲れてるのかなっていうぐらい、その誘い文句にめっちゃ刺さって、あ、いいなって思ってて、そう。で、ずっとまあ欲しかったんだけど、そのゲームキューブは持ってないし、うん、64はちょっと古すぎるから、また新しいのが出たら買いたいなって思ってたところの DS 発売だったから、うん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 、
そう、DS スタートでやったんですけど、で、その時にね、そう、マスターに初めて会って、すごい寡黙なの、マスターが。うん、こう、多くを語らない、職人気質な、マスターなんだけど、うん、こう、通っていくうちに、ちょっとずつ心が通ってきて、うんうん、で、最終的には、いつも乗って頼めるようになるの。へぇー。いつものくださいってやったら、わかりました、みたいな。その、それがね、そう、激渋、池落ちですか？なるほどね。ま、そう、マスター好きですね。あー、池落ちが好きなんですか？あ、池落ち好きですね。好きですね。なんか基本的には若い可愛い女の子を、うん、その、めでてる、あの人生なんですけど、うんうん、まあなんか、対異性ってなると、割とその、渋めのこう、ダンディズムな方とかは、ああ、いいなって思いますよね。かっこいいなって。うん、え、厚森ってたくさんキャラクターいると思うんだけど、うん、その中で一押しとかいるの？はい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 、ああ、それ聞いてくれます？ありがとうございます。私ね、ピンクの女の子の、うん。ディスの女の子なんですけど、ももこっていう子がいて、ももこ。ももこちゃんが、ずっと、その DS の頃から。DS の頃から？はい。多分 DS の時いたよな。大丈夫だよな。なんかその、そうそうそう。一番の牛は、ももこちゃん。すごいね。ま、なんだろう、その DS の頃の思い出があるからこそ、まあ今でも推してるってことだよね、きっとね。そう、っていうのも、ある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 。で、今、その、あつ森はさ、その自分でね、うん、家をどこに建てるって決められるんですよ。それまでは、あの、自分でその選べるっていうのが、そこまで自由度がなかったんですけど、うんうんうん、今は、その、村人の住んでる場所も変えられるし、自分の住んでる場所も変えられるんですよ。だから、私、島の全貌がね、うん、基本的にその、住宅地みたいな感じで、村人たちが住んでるところと、公園等とかっていろいろ作ってるんですけど、うんうんうん、そこから、その、住民の、住宅地からもうめっちゃ離れたところに私の家とももこの家がこう隣り合わせで楽園を作ってやべえ、ヤンデレ味がありますよこれは。今度ちょっと公開しますね、この写真をね。うん。あ、ちなみにあんちゃん、動物の森シリーズってやったことあります？いや、ないな。ああ、ないのか。なんか、もともと存在はしてたけど、はいはいはい、なんか、このスローライフみたいなゲームがあんまりすぐ飽きちゃって。ああ、なるほどね。やってたとしたら、うんうん、トロと一緒みたいな。ああ、懐かしい！トロと一緒、超懐かしい！覚えてる覚えてる。私は持ってなかったんだけど、友達が持ってて、なんかゲームいっぱい持ってる子いたじゃん、友達に。その子に行くとゲームできるみたいな。なるほどね。その子がね、そう持ってたな、プレステ系の家系だったから。私、どっちかっていうと、ニンテンドーの方が充実してたから、プレステの機材あんま持ってなくて。ああ、そうなんだね。そうなの、そうなの。まあ、うちはプレステもニンテンドーも割と充実してる方なんだけど。うん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 。いやー、RPG が多くて。ああ、なるほどね。やっぱちょっとスローライフはね、あんま知らんかったんで。そっかそっかそっか。でも、やっぱ人気だからキャラクターだけは知ってる。お！え、じゃあ好きなキャラとかいる？好きなキャラね。なんだっけな、私がちゃんとやったのって、うん、ポケモリ？はい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 。本当にアプリのやつだよね。アプリだね。うん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 。あれで、なんか一番、なんか最初に来たやつだったか忘れちゃったなー。うんうん、なんかちょっと気に入ったやつがいたような気がするけど。どういう、動物的には何動物だな。もうね、マジで記憶にない。なんだってなんだろうな。何色とかは？でもあれだよ、なんだっけ、うん、なんか人気キャラのさ、ジュンっているでしょ。あ、ジュン君。はい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 。あいつは、なんか来た時にこいつイケメンだなって思った記憶はある。キザキャラなんですよね、ジュン君は。そう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 。あとなんかね、ワシみたいなやつもいて。あ、アポロ。なんかそれもちょっと好きだ。アポロ、アポロ。ああ。かな？わしの、ポケモリで最初の方にいたって言ったら多分アポロだと思うんだけど、私もアポロ好きで、あつ森にもいますね、うん、アポロは。あ、嘘。あ、いる。いるいるいる。かなぁ。まぁ、ちょっとなんか、また思い出したらじゃあ言うわ。あ、お願いします、お願いします。はい。じゃあ今回もお付き合いいただき、ありがとうございました。ありがとうございました。内山。安藤のちょっと立ち話しないと。内山安藤のちょっと立ち話しないと、エンディングのお時間です。はい、
この番組ではお便りを募集しています。ちょっと聞いてよではあなたの聞いてほしい話、そういえばさでは私たちへの質問やトークテーマ、聞いてみたいんだけどでは番組間のタイトルコールを読み上げるキャラクター案を募集しています。お便りの宛先は eWave 公式サイトのちょっと立ち話ないと番組ページにある投稿フォームよりご応募ください。また番組公式ツイッターでは放送の総括、今回の一言をアップ予定ですのでお楽しみに。その他の情報や企画コンテンツにつきましてはすべてツイッターの方でご案内をしていますので、ぜひアットマークタッチナイトもフォローお願いします。はい、というわけで第10回のちょっと立ち話ないといかがでしたか。はい、前話っていうの、前菜っていうの本題に入る前の話がね、ちょっと話しすぎちゃって、ね。いやいやいや。どっちが本題か分かったもんじゃん。どっちも重要な話だったよ。ありがとうございます。いえ。じゃあちょっとあんちゃんにはね、好きなキャラクターを教えていただいて。あ、はい、ちょっと気になるので、うん、はい、思い出して。わかりました。調べておきます。はい。はい、じゃあそれではこの辺で本日の放送は終了していきたいと思います。はい、また次回お会いしましょう。お相手は内山つかさと安藤瑞希でした。それでは皆さん解散、さようなら、バイバーイ。この番組は内山安藤のちょっと立ち話ないと eWave の提供でお送りしました。